今日猿松が2安打、阿部今日はお休みということなんですが、代わりに出ている猿松が暴れています。スライダーボール、先ほどの、いや今日の最初のバッターボックスです。そして2打席目、ジャイアンツにとってもこの先ね、まあアクシデントということもありえますからね、このサレマツという存在は大きいと思いますよね。いや大きいですよ、もうキャッチャーはね何人でもいいですからね。まあそうやってすぐ上がってくれる技術がパーンと良くなるというわけにこれいかないんでね、はい、まあ、バッティング良くてもインサイド悪きゃダメですしね。第3キャッチャーで楽天にいた伊能が入ってますね。伊能はね一緒に前回やりましたけど、はい、まあ、なかなかそこそこの肩もいいしね、はい、ただ寝坊が多いだけに彼はなるほど、そういう裏事情もねえ、ちょっと寝坊がね、集中力がないね、そのあたりもこう、ね、もう私は成長したんですけどね、彼に何回言ったかね。なるほど、阿部君の宛にお母さん出せてたから電話でなかなか精悍なマスクですね、ね、空振り。あとまあジャイアンツは加藤とかね、キャッチャーは、ね、このキャッチャーも、ね、まだまだ層が厚いジャイアンツですけれども、うん、まだまだね、93球、はい、藤井の今のシンカーでもね、チェンジアップでも入れてますよ。さあ3対3からこの回ジャイアンツはノーアウトランナー一塁、うまく攻撃をして4点目を取りたいというところですが、おこの打席のサネマスはちょっと強振なんでしょうか、どうなんですかね。いや2本打たれたらね、うん、チェンジアップですけど、はい、よう落ちてますよ ね、 ね、綺麗ですね。ここまで藤井はヒットは5本打たれていますが、長打が3つ、ホームラン2つで、サネマスに2塁打。バックもよく守っているという部分もあるし、ボンプレーもあります。三遊間、サネマツ3安打、ちょっと場内もどよめきが起こっています。サネマツは今シーズン2安打というのは一つありますが、